都市のランドマークとして長い間人々に親しまれてきた数々の歴史的建築物。しかしこれらの建築物は老朽化に加えて都市の地価高騰、そしてそれに伴うスペースの有効利用などの観点から次々に姿を消しつつある。原宿表参道、現在この古びたアパートにはいくつものブティックや若者向けの雑貨を売る店が入居して人気を集めている。このように古い建築物が改装され、それまでとは全く異なる使われ方をしている例を現在の都市のそこここで見ることができる。これまでにあまり見ることのできなかった建築の再利用、単なる文化財の保護ではなく建築に新しい命を吹き込む再生、この流れの底にあるものは何であろうか。現代建築の歴史はそれまでの建築秩序を否定することから始まった。この時代の建築家たちは古い様式や長い年月を重ねて培ってきた都市の構成美を否定して、新しい色彩で都市を埋め尽くすことを望んだのである。現代建築の歴史は一面では破壊の歴史と見ることもできよう。明治維新、第二次大戦によって価値観の劇的な展開を見た日本の場合はなおさらであった。元来日本人には家は一代限り、または仮の宿といった思想が一般的であり、新築の家の真新しい木や畳の香りに無常の喜びを見出す傾向は現代でも変わることはない。しかしもう一度建築の歴史をさらに深く探ってみるならば、歴史的に著名な建築物の多くが実は度重なる増改築によって形作られてきたことをうかがい知ることができよう。ルネサンスの天才ミケランジェロの作品として知られる数々の建築も、過去にあった建築に対して繰り返し行われた再生への努力が実を結んだものである。西洋の石やレンガの建築が持つ不滅の思想に対し、木や紙といった素材による伝統を持つ日本の名建築の中にも再生の歴史を見ることができる。和風建築の代表ともいうべき桂離宮、眼光型に配置された建屋と庭園の構成の妙、そして部屋ごとに異なる衣装を配した書院、幽玄の境地に達したこの建築もおよそ50年にわたる増築の繰り返しの結果なのである。では建築の再生にはどのような形態があるか見てみることにしよう。まず考えられるのは文化財的な価値を有する建築の保存である。可能な限り本来の姿を保存し、長い年月にわたる傷みはその都度修復していく、いわゆる建築の生態保存と呼ばれる方法である。このように貴重な文化財として手厚い保護を受ける建築がある一方で、多くの歴史的建築物が消滅の危機に瀕している。ことに明治大正以後の建築は過密した都市の中で行き場がなく、
取り壊されるのを待つ状態に置かれていることが多い。こうした建築物を生かすため、あるものは美術館や博物館として再生されている。東京国立近代美術館工芸館。明治の後期に陸軍近衛連隊総司令部として建てられたこの建築も、戦後混乱の中に打ち捨てられ解体されようとしていた。しかしこの建築を愛する人々の運動が実り、保存が決定した。崩れかけたレンガを支え、地盤沈下を防ぐため鉄筋コンクリートによる頑強な基礎と内壁が作られ、 1,2 階の階段とロビーはできる限り元の状態に復元された。展示室内は全く新しい衣装で設計され、騒音を防ぐための二重窓、空調などの機械類は建物周辺の環境保全のため屋根裏に収納されるなど、さまざまな工夫がなされている。このような工夫は古い様式の持つ温かさや落ち着きと相まって、美を鑑賞する場にふさわしい雰囲気を生み出している。東京大学本郷キャンパス。ここでは手狭になった旧来の校舎の屋上に新たに一層の増築を行い、スペースの確保とともに建物に新しい表情を付け加えている。またこのキャンパスにおいて新たに増築された校舎も旧来の建物との連続性を考慮してデザインされ、キャンパスの統一された雰囲気を保つように工夫されている。以上のような方法が不可能な建物には、新築建物の一部に旧来の建物の外壁や衣装などを保存するといった手法も取られている。周囲の環境との調和を保つため、さまざまな検討が行われ、以前とつながったイメージを残す工夫がなされている。一方では商業的な意味合いから建築の再生にアプローチする例も増えている。このホテルの前身は紡績工場である。ツタの絡まるレンガ造りの外壁、同じくレンガが敷き詰められた広い中庭、若者に好まれそうな要素を利用して内装を一新させたこのホテルは、建築の再生が商業的にも十分に効果のあるものであることを教えてくれる。広い空間、高い天井、このギャラリーのように今東京湾岸では古くなった倉庫や工場を全く新しい商業空間として再生させる試みが相次いでいる。劇場、ライブハウス、各種のスタジオなど、大空間と低いコスト、そして古い建築の持つ独特の雰囲気が、都心の繁華街に飽きた若者の欲求とうまく合致して、これまで人気に乏しかった倉庫街に新しい表情を与えている。東京湾岸でのさまざまな再生の例の多くは、
現在アメリカなどに見られるウォーターフロントの再開発に刺激されてできたものである。そのアメリカではウォーターフロントをはじめ数多くの都市再開発の中で建築の再生が重要な役割を果たしている。これは廃止になった鉄道の車両修理工場をショッピングセンターに再生した例。アメリカで最も古い歴史を持つ都市ボストンではスラム化した港湾施設を市当局、ディベロッパー、設計者の連携によって商店、住宅、そしてさまざまな催しの行われる広場を総合した市民の憩いの場へとよみがえらせた。この大規模な都市再開発の中心となっているのは18世紀から19世紀にかけて建てられた3つの建物で、それぞれに魅力ある都市のランドマークとして再生された。こうした建物のように古い歴史的な様式に基づいて作られた建物が明治から昭和の初期にかけまして日本の都市のあちこちで作られました。今日でもその多くをそのままの姿で見ることができます。しかしそれらの多くは今日すでに耐用年数の終わったものとして数年のうちに取り壊されようとしております。しかし改めて今日そうした建物に人々の関心が集まっております。一体それはなぜでしょうか。一つにはもちろん過ぎ去った時代に対する懐かしみということがありましょう。木材や石、あるいはレンガといった素材の持つ温かさ、あるいは装飾的な細部の衣装の豊かさ、あるいは高い天井の空間のゆったりとした広がり、そういったものの価値は確かに今日の現代建築に見出すことのできないものであります。しかしそうしたものの意味は決して人々のノスタルジアをかきたてることのみにあるのではありません。古い建物と今日に生かすということの意味は、それを作り出した先人と今日に生きる私たちの会話ということができます。古い建物を再生する面白さは、古い建物を全く新しい目的に作り直すこと、あるいは過去と現在が重なり合って全く新しいものを生み出すことにこそあると言えます。過去のいつの時代にありましても、都市はそれ自体が一つの再生の対象でありました。都市を構成するすべての建築、そしてそれに関わる一切のものが一つの生命を持った生き物のように絶えず生まれ変わり再生して都市の個性を形作ってきたのであります。人々は自分たちを取り囲む物的な環境に安定を求めます。したがって変化の激しい今日の日本の都市においてこそ、持続する成熟した都市の構成が求められる時代に差し掛かっていると言えましょう。